令和4年第4回定例会に提出する事案についてお知らせをしてまいります。召集日は9月の6日火曜日です。議案は決算等の認定が8件、条例が2件、その他が3件、補正予算5件の合計18件となっております。ではお手元に入るの資料1と資料2をご覧ください。補正予算の概要についてご説明いたします。議案番号は第45号から第49号までとなります。議案第45号については令和4年度一般会計補正予算第7号で歳入歳出とも6億6042万7千円を追加し、総額を186億5352万9千円に使用するものでございます。歳入では交付決定に伴う普通交付税及び臨時財政対策債の件、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる国庫支出金の増です。前年度決算剰余にかかる純繰越資金の増などを計上しております。一方、歳出では新型コロナウイルスワクチン接種にかかる経費の増、高齢者へのインフルエンザワクチン接種無料化にかかる経費の追加、農業用ため池、水路の転落事故防止対策工事費及び7月15日の大雨により被災した農業用施設の災害復旧工事費の追加などを計上しております。次に資料の3をご覧ください。令和3年度決算の概要について申し上げます。令和3年度においては新型コロナウイルス感染症対策を最優先として取り組むとともに、震災から11年が経過する中、復興から地方創生へと軸足を移すべく各種取り組みを推進してまいりました。令和3年度決算は歳入は224億28万円で、前年度に比べ46億9226万円の減、歳出は206億6405点6万円で、前年度に比べ48億184万円の減となり、歳入歳出ともに前年度を下回ったものの、新型コロナウイルス感染症対策の実施などにより震災前を上回る決算規模となりました。市の歳入の根幹である市税については法人市民税、市タバコ税および軽自動車税が前年度比で増となったものの、個人市民税、固定資産税および都市計画税が前年比で減となり、市税全体といたしましては前年度比1億94万円の減となりました。歳出についてハード面にかかる事業につきましては、朝日竹の里線道路改良工事、岩玉橋掛け替え工事、境町住宅屋上外壁等改修工事などを行ったほか、仮称西部地区防災コミュニティセンター建設事業、市民会館空調設備改修工事、旧勤労青少年ホーム解体工事などを実施いたしました。また新型コロナウイルス感染症への対策として、子育て世帯の臨時特別給付金及び住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付などを行ったほか、営業を受けている事業者への支援として事業継続応援給付金及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の給付、地元応援割増商品券販売事業などの各種経済対策等を実施いたしました。歳入歳出の差し引き額形式収支は17億3622万円の黒字で、ここから翌年度への繰り越し対面3億3472万円を控除した実質収支は14億150万円の黒字となりました。それでは資料3の裏面2ページをご覧ください。次に財政資料についてでございますが、財政力指数は 0.806 となりました。財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、通行税、地方消費税交付金、法人事業税交付金など経常一般財源の増により前年度比 3.91 ポイント改善の 95.55% となりました。財政健全化判断比率については実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は算出されず、実質公債比率もマイナス 1.8% と早期健全化基準を大きく下回っており、これまで同様健全な財政を維持しております。令和3年度末における財政調整基金残高は前年度比で3億6998万円減少し、
36億9068万円となりましたが、このうち震災復興特別交付税の未精算額など今後支出が見込まれる震災関連経費を除いた通常収支ベースでは28億円程度となっております。被災残高は125億1770万円と前年度比で4億365万円増加しました。本市においても人口の減少傾向が現れており、年少人口、生産年齢人口が減少する一方で高齢者数は増加しております。人口が全てではありませんが、若い世代がいることにより町の活力が失われ、高齢化が進むことで空き家の増加などにもつながることが危惧されています。このような状況の中で復興から地方創生への展開を確実なものとすべく、被災者支援におけるコミュニティ作りや少子化対策、デジタル化社会における関係人口の創出拡大への取り組みを進め、持続可能性を一層高める町づくりに市を挙げて全力で取り組んでまいります。次に孤独化の皆様に特にお知らせしたいこととしまして、資料4の1を作成しましたので、こちらの方をご覧ください。項目1、行政改革の推進について申し上げます。本市の行政運営の持続可能性を将来に向けてより一層高めるとともに、末永く住んでいただける、あるいは住んでみたいと思っていただけるような市民目線に立った分かりやすく魅力ある街づくりを目指すことをお約束し、市長に就任させていただきました。新型コロナ感染症の影響で市民の皆さんの考え方や価値観などを含め、市民生活は大きく変化しております。このような中にあって、行政自体も DX や脱炭素社会の実現など時代や環境の変化を柔軟に受け入れ、より良いものに変化していかなければならないと思っております。またそれが市民が求める行政のあり方であると考えております。そのためにも情報発信力の強化や DX 等を念頭に置いた業務プロセス等を見直し、さらには場合によっては組織の再編なども含め、徹底した行政改革に取り組んでいくことが必要であると考え、このたびその業格を推進するためのエンジンとも呼べる担当部署として総務部内に推進室を設置することといたしました。この推進室を中心に変わるべきところ、変えるべきところを徹底的に洗い出し、本市の行政運営を市民が求めるより良い方向に変えてまいりたいと思います。次に項目2でございます。岩沼地元応援割増商品券の販売について申し上げます。資料の4の2も合わせてご覧いただければと思います。岩沼地元応援割増商品券の販売を昨日9月1日から行っております。本事業は岩沼市商工会が事務局となる岩沼市地元応援割増商品券販売事業実行委員会が主催するもので、コロナ禍にありましては今回で4回目となります。商品券の販売は来週9月7日までとしており、有効期限は11月30日までとなっております。発行総数は2万セットとし、販売価格は1セット5000円5割増商品券としていることから7500円相当となり、1世帯につき4セットまで購入できることとしております。本事業の実施によりまして、物価高騰への対策、市民の購買機運の上昇や地域経済の活性化に寄与するとともに、コロナ禍における経済の継続感も一部なりとも打開できるのではないかと期待しているところでございます。私からの説明は以上となります。